手改革チームの発足の趣旨、構成等につきましては、すでにお配りの概要に記載の通りですので、割愛いたします。それでは、大臣より激励のお言葉をお願いいたします。皆さんには夕方の忙しい時間に集まって、もらったので、早速本題に入ります。厚生労働省の現状、今社会経済が大きく変化する中で、厚生労働省に求められている役割と期待、これ非常に大きいものがあります。そして一方で業務量もどんどん増えてきて、皆さんの忙しさは霞が関で滲んでている。このままでは日々の業務量が出て、行政の踏まえかない部分まで目が届かず、モチベーションまで下がっていくのではないかと危惧をしています。外人就任以来、私は厚生労働省の職員の皆さんに伝えてきたことは、行政のプロとしての誇りを胸に持てる力を存分に発揮して、常に国民の衛生を忘れてはならない。そして国民の日々の生活に思いをいたし、国民に寄り添う行政を展開していくという姿勢を常に胸に刻んでもらい、そして私はこれから若手職員の皆さんの考えを聞きながら、新しい厚生労働省を作っていきたいと思っています。2001年の中央省庁再編、22省から13省庁に再編をした。これは大くくり再編をして、縦割りの弊害を排除する、そして官邸機能を強化する。厚生労働省の場合は社会保障と働き方を一体として改革できるように、厚生労働省が誕生をしました。私は厚生労働省はこの中央省庁改革再編の相乗効果をもたらすモデルとなるべきだと考えています。そして皆さんは社会保障改革と働き方改革の両方をやりたいという熱い思いを持って入省を決めたと思う。やはり私は若手職員の皆さんに期待しています。時代の変化に敏感に対応して、そして自由な発想で主体的に検討してもらいたいと思う。そして年次や職種をこういった幅広い立場から議論をしてもらいたい。本質はとにかく私も政策を作る上で長年やってきたけど、やはり本質が何か、これを見極める力を持つこと、これは私の体験から非常に大事だと思います。これからの厚生労働省の業務組織のあり方については、 ICT などの技術をしっかりと取り入れた厚生労働省全体の働き方改革につながる提案をしてもらいたい。そしてこれからの厚生労働省の行政の方向性、どうしても各局縦割りになるので、私も常々感じてきたけど、各局縦割りから省庁横断的に全省一体となって取り組む、そして今の厚生労働行政の所掌分野にとらわれず、ウィングを広げていく。今回私が取り組んでいるのは、大臣が政策対応をする、例えば農福連携、今も官邸で、今日残念ながら私は国会で出席できなかったけど、農福連携、農業と福祉の連携、あるいは地域包括ケアといえば、やはり厚労と住宅政策の連携、これも必要だし、あるいは年金にせよ、例えばこれからの健康にしても金融分野、長期的な資産形成、あるいは保険の取り組み、この金融と厚生労働行政、こういうふうに厚生労働行政をもっとウィングを広げるべきだと思います。そしてこれからさまざまな分野の若手有識者からも良い関係を持っていきたいと思います。提言は真剣に受け止め、改革に積極的に取り入れていきたいと思います。私の座右の銘は、疾風に幻想を知る。これは少し私の体験から持ってきてるけど、
大きな風が吹いたときこそ本当に強い人はどれか分かる。今世間から厳しい批判の直ちに厚生労働省をさらされているが、皆さんには学校の今こそ喧騒として令和の時代に花開く存在となってほしいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。大臣からの今お話がありました通り、厚生労働省は非常に今厳しい状況にあります。ただ我々が